エリー、土屋の車の話。今回末永さんにまるっとバスを持ってきていただきました。普通バス持ってこないよね。普通だから。めっちゃ意味わかんないと思って。普通バス持ってきたら途中で検問で引っかかりましたよね。私も言ってて意味わかんない。末永さん、ありがとうございました。ありがとうございます。このバスは何ですか、教えてください。はい、最新 の、 電気バスです。電気バス、はい、EV ってことですね。そうです、EV です。で、まあ、全長は9メートルの中型クラスなんですけど、うん、まあ、今主流になろうかっていうサイズのものですね。うんうんうん、これ、はい、末永さん。はい、こちらの方はどなたですか？こちらの方がですね、はい、このバスの企画設計、はい、それから、製造、販売までしている、はい、オノエエンジニアリングという会社の社長さんさん。これを作ったんですか？いや、作ったんですけど、まあ、そうですね、本国で、はい、アジアスターというこれどこメーカーの中国です。中国、はい、日本にはないデザインですよ。確かに。え、これ私たちが普段乗ってるその飛ばすみたいなのと大きさは同じような形なんですか？はい、そうですね、それの中型なので、もっと、これが全長9メートル、はい、で大型ですと 10.5 メートル、あるいは 11.5 メートル。飛ばすだ、ええ、飛ばすが10メーターぐらい。 10.5 ぐらいですね。あ、はい、で幅が 2.5 なんです、はい、で日本の本来の中型ですと幅が 2.3 なんです、はい、でこれはその中国製ということもあってちょっと大きいですね、はい、で長さは9メートル、はい、幅あるよね。うん、まあ、電気ってことなんで、はい、航続距離は？航続距離、これは我々実はバスマガジンで取材させていただいた際には200キロ以上は走りました。はい、満充電スタート。あ、でも200キロしか走んない。え、いや、路線バスで200キロはもう十分ですよ。ああ、そうか、そうだよね、他行かないもん。遠くへ行くわけではなくて、うん、そうした通り決まったルートを走ってて、うんうん、1日、まあ、早朝から晩まで走っても200キロはなかなか行かないです。そういうことか、行かないよね。でこれはやっぱフル充電させるのはどれくらいですか？これは一晩7時間ぐらいですね。7時間8時間ぐらいで、はい、で急速充電かけると1時間で、はい、すごい、こんな大きいのに。あ、ですね、このタイプはこちらにいますね。はい、おお、開けます。あ、本当だ、これ普通してですね、充電だ。ちょっと一応これ規格は中国製の規格なんですけど、これガンをパタッと入れると、うん、日本で設計して中国で作ってるっていうことなんですか？まあ、寄り方とすればまあそのようなイメージなんですけど、一応日本国向けの感じで設計してるっていうことですね。でもあれでしょ、はい、同じ形のものは中国でも走ってるんですか？もちろん走ってます、はい、うーん、今これ現在エンジンかかってる状態なんですよ、うん、で、こんな静かで？こんな感じです。なるほどね、単純ですよね。はい、なんかでかいラジコンカーですよ。そうですね、これがバッテリーなんですよ。本当だ。でちょっと覗いていただくと、ここに、まあ、モーターがあるんですけど、うん、いやだからさ、はあ、なので部品点数はエンジンバスに比べると3分の1ほど以下に減ってるということになりますね。この車はいくらするんですか？はい、こちらは2800万ですね。安いんだ。安い、2800万ってちょっとよくわかんないんですけども。いや、安いです。安いんですよ。内燃機の中型バスよりはちょっと高いぐらいですね。ほう、そうか、あれですね、ちょっと高いんですね。本当だ、バッテリー分高いと。これ後ろがですよね、うん、機械が持ってるんです。はい、そうだよね。で、もう一つが、あとタイヤがここにあるんですね。タイヤハウスが。なのでバスでよくバリアフリーのノーステップ、はい、いやステップがないっていうんですけど、後ろはこう高くなっていて、はい、通常バス内燃機でもエンジンが入ってるんです、ね、はい、で前はフルフラットで、うん、要するに乗っかったり登ることはない状態。そうですね、はい、になってます。例えば足腰の悪い方は、はい、こっちに、こっちに、はい、なるほどね、うん、これなんかびっくりしてるんですけど、右ハンドルですよね、はい、ああ、この右ハンドルってどういうことですか？はい、あ、これはどっちでも設定できるそうなんですが、うんうん、そこは小野社長に。あ、そうですね、右ハンドルはやはり日本国内の道路は左側の条項になるので、うん、やはり運転手さんは右側じゃないとということで。でも右ハンドルするってそれはそれでまた大変じゃないですか、そうですね、本国の方に、はいはい、そういうことです。ね、イギリスとかさ、オーストラリアとか、はい、わずかじゃないですか、はい、だから右ハンドルにするほど、はい、お金かけても日本でそれだけの台数が売れないと採算上がれないんじゃないですか？はい、うん、おっしゃる通りです。ご通りなんですよ、実は。そうですよね、はい、いや、だから右ハンドル見てちょっとびっくりしたの。ねえ、
まあ採算取れないよね。だからそれがどうなんですか。まあ、正直まあそういう感じのイメージはあるんですけど、一応まああの本国ではまあもちろんイギリスなり右ハンドルの国にも出すようにしてますので。偉いね、はい、それはね中国頑張ってますね、はい、性能的にはどうなんですか。そうですね、今やっぱり電気バス、まあ、電気自動車に関してはやっぱ中国が先に行ってしまってますね。あのなんかこのメーター周りもシンプルですよね。そうですね、はい、なんかそんなにお金かけてないし、ね、はいはい、一応このシートはドイツ製なんですよ。あ、シート、はい、あー前後の子今入れてます。そうです、エアのシートなのでサスペンションシートです。あ、スカニアみたい。そんなイメージですね、はい、うわ揺れてる揺れてる、スカニアみたい本当に、ね、うん、これはね、うん、どう運転手、うん、負担が軽減される。あ、そう、はい、うん、そうですね、うん、へえ、これ、はい、中国のね、はい、あの何ですか、車も乗用車もそうですけども、どっかの真似してるとこってあるじゃないですか、はいはい、このバスは何かの、うん、真似してるとこってあるんですか。何かの真似と言いますと、まあ、真似ってことも悪いんだけども、うん、参考にしてる、うん、おっしゃる意味わかるんですけど、うん、あのむしろ元になってるのが強いかもしれませんね、あの電気バスに関して中国製というのは、うん、もちろんそこにはあの切磋琢磨あったと思うんですけど、うん、でも今あの日本でも中国製電気バスといえば中国製がほとんどなんで、はい、その、でこれから他が真似するかっていうぐらい、うん、でまだ真似してたくさん増やしていこうという段階にはなじきってないんだと思います、うん、まだね、はいはい、いやだって電気自動車に関しては中国は一歩進んでますからね。おっしゃる通りです。もうだってほんと昔からさ電気のバイクから車からバスから走ってますからね、はい、さあいかがでしたか、奥深なバスの世界。いやびっくりしました。これではねバスマガジン売れそうですね。本当です。いやいや本当にそう。いやだけど、うん、中国のレベルがすごい。そうだね、うん、いやだから、ね、僕ら正直言って車好きから見るとね、車っていうのはそれこそヨーロッパね、フランス、イギリスだね、まあイタリアだ、まあアメリカだって言ってるんですけど、まあもちろん日本含めて、うんうんうん、中国の車ってどっかね、なんかちょっとなんかね、うん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 、冷ややかなとこあったんですけども、うん、こういうのはバスに関してはもうすごいレベル、いいんじゃないのって。いやもう電気自動車に関してはもう一歩も二歩も先行ってますからね。日本も頑張りましょうよ、ね、頑張りましょうよ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ブーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。